ご高カイトさんのライブ DJ として、はい、ご高カイトさんの一番の魅力ってなんですか？一番ライブなんかあんまそうなんていうんですかね、結構えっとかいあご高えっと、カイトって呼んでるんずカイトの曲ってなんか四つ打ちというかなんていうんですか、ね、いわゆる ヒッッププホゴリゴリしたのが長くて普段も結構遊んだりしてるんですけどなんか割とその生活の一部を切り取ってすげえ書いてたりしてなんか新曲できるために送ってくださいよみたいな昨日これこう思ってみたいなこれ書いたんですけどどうすかみたいなはすげえかっけえと思ってそれライブでやるとなんかお客さんすげー見入ってて最初本当に1年前ぐらいで結構知り合ったのは浅いんですけど。 その時後ろライブでたまたまやっててなんか景色がすげえ違ってお客さんがめっちゃカイトの方を食い入るように見ててわあと思ってでなんかお互い話し始めたのがきっかけというかそれがやっぱカイトのすごいところかなと思うんですね。